おはようございます。釣り子 TV です。ダダーン、これ OSP のカレン180っていうことで、 OSP 初のビッグベイトっていうことでね、こういうの開発してるよっていうアナウンスはね、結構前から出ていて、いつ出るのかな、いつ出るのかなってね、すごい楽しみにしていたんですけども、なかなか出なくて、で発売開始したよみたいなのね、 SNS で見たんですけども、もうね、売ってるところを見たことがなくて、もう幻のルアーなんじゃないかななんて思ったら、御徒町の名店、キーポンにですね、並んでましたね。で、買ってきましたが、価格はね、3960円だったかな、まあ4000円前後っていう感じの価格帯なんですけども、結構最近この手の大きなルアーってもうすぐね、6,000円とか7,000円とかね、結構最近ねルアー高くなってきてるよなーなんていう印象の中、まあ4,000円ぐらいでビッグベイトで、で新しい機能盛りだくさんということでね、これはちょっとどうかなと思ってね、一つ買ってきてみました。で、まあ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 、なんかね、結構でっかいパッケージで中にスペアのボディなんかをこう見ることができるんで、早速ね開けていきたいと思います。まずパッケージをね、こんな感じでこういう感じでボディね取り付けるんだよとかですね、あとね、これちょっとね話題になってましたよね、カレン180保管上の注意っていうことで、ご主人はパッケージに記載のソフトマテリアルボディの固定方法をご参考の上セットしてご使用ください。ご使用時以外は専用ピンを外し、ヘッドとソフトマテリアルボディを分けて、当専用パッケージにて保管してくださいね。いろいろ書いてありますけども、使わないときはこれ後ろがソフト、前がねプラスチックの固めのボディってね、こう分かれてるんで、それを別々にね、保管してねみたいな感じで書いてありますね。まあどんな感じかまたちょっと開けてみますね。じゃじゃーんと出てきました。おー、なんだ、ぴょんぴょんってきて、こういう感じでまずね入ってますね。で、これがスペアボディなのかな、ちょっとどういう触り心地なのかとかね、すごい気に、あ、はいはいはい、あ、で、おお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 、なんだこれ、ん、最初分かれてるんですね。これをまず取り付けて、使うときは取り付けようよっていうふうに書いてありましたね。これ引っ張って大丈夫かな。そっか、ここにこれ、なんだろう、Tラインみたいな、なんかね、ラインでこう接続されていて、それがこの後ろに繋がっていてっていう感じで、なってる。ここをピンで使うときは固定して使ってねっていうことですかね。はい。まあじゃあちょっとこれを置いて、じゃあこのピンとかはどこに入ってるのかな。この、ここに、これを開けてみると、これは取り替え用のパーツですよね。だからこれなくさないようにしておきたいのと、はい、こうなっていて、入ってね。あれ、このまま使ったらこれ分かれちゃうじゃん。これか。ここにね、ピンのパーツありますね。透明のピンが出てきましたよってことで、これどっち向けにつけるんだ？ちょっと待ってくださいね。
はいはい、このピンをですね、この背中の方から見ると穴が開いていて、ここにこう、あ、で、こう、あれ？くっついた。ね。こっちにプラスチックパーツがついているので、ここにね、刺して、で、完成、使えるよっていうことですね。ね、で、形を見ていくと、まず、頭周りが、こういう感じですね。ギョロッとした目で睨みつけて、で、リップがついている。ね。で、まあ、ここでこう、くっついてるわけですが、今、ピンをつけて、で、ここはこういう感じで非常にしなやかにね、動いて、以降後ろはこう柔らかいパーツでできていますよ。で、おっぽはね、こういう感じですね。はい。で、ここにね、フックもついてるから、お好みでこちらにフックもつけてくださいねっていう感じでいいんだと思うんですけども、いやー、カレン。OSP ね。あ、そっか、じゃあ、これを保管のときは、こう出して、抜いて、分かれるようになる。ほいで、どうだったっけ？どうだったっけ？これじゃないぞ。こっちか。こうやって、こうかな。俺何か間違ってる。どうだったっけ、こんな感じでしたっけ。まあ、この状態で、保管して、あとこれを現場に忘れるとえらいこっちゃってことだよ。これまあ、だからもうカレン用のちょっとケースを1個準備した方がいいかな。なんか空いてるね、ボックスとかあったと思うので。そんな感じのようですね。この接続方法とかがね、やっぱり肝になってくると思うんですけど、この用紙の先端の逆側に分かりづらい説明ですけど、まあ、こっちの何かポッコシがある方で、こうこの中にある愛を探りながら、ルルルルル、結構簡単につきますね。はい、これで、使わないときは抜いとけよということみたいですね。こんな感じで。はい。ね。ちょっとね、そう、これ、どういう感じなんだろうってのが全然想像つかなかったんで、まあ、思いのほか、その、カラーリングはバッチリ決まっていて、このすごい一体感があって、硬いところもあって、柔らかいところもあってっていう、ね、なかなか本当関東でビッグベイトって釣りづらいんで、関東の、メーカーがね、関東のダムとかでテストを繰り返して、で、どやって感じで出てきたね、こういうビッグベイトをね、ほんとね、期待していたので、ちょっとね、楽しみでございます。で、後ろにね、説明書きが書いてあるのを軽く見ていきますけども、ビッグベイトの次世代到来、進化は進化するということで、カレン180はハードベイトが持つ波動とソフトベイトのナチュラルさを高次元に融合したあらゆるフィールドで多彩な使い方ができるマルチな次世代ビッグベイトである。オープンエリアでの攻略法はもちろん、今までビッグベイトでは攻略不可能なカバー周りでも進化を見せる。幅広なスクエアリップは程よい巻き感でありながら高いカバー回避性能を発揮。尻尾側のソフトマテリアルボディはタレンジョイントベイト以上にナチュラルな曲線でくねりつつ、
圧倒的伸びしろのあるスキッピングを可能にさせる。例えば警戒心の高いオープンエリアのバスには超ファーストリトリーブで見せることで、スピードとナチュラルさでバスの判断を惑わせバイトさせてしまう。またヘビーカバーやオーバーハングなどに、潜みながら獲物を狙っているバスにもカバー回避性能の高さが強引な、アプローチを可能にし、カバー、外まで引っ張ってきて捕食行動的に食わしてしまうのである。それで使い方がですね、水面デッドスティッキング、相引きデッドスローリトリーブね、表層付近にバスの意識が向いている時期に有効なテクニック、存在感を放ちながらステイでのバイトの多さはソフトマテリアルボディだからこそ、ソフトマテリアルボディが必要以上に動かず薄いテール部分がナチュラルになびき、バスの判断を狂わせるトリガーとなる。存在感とナチュラルさを兼ね揃えたカレン180はスロー系攻略にもベストマッチ。その次はですね、首振り&ストップゴーっていうことで、動かして誘い止めて食わせる基本的なアクションもカレン180の、得意分野。ショートトゥイッチでの首振りや、瀕死のベイトフィッシュをエース、ショートジャークでワイドウォーボルで、瞬発的に逃走するベイトフィッシュをエースさせ、思わずバイトさせてしまう。ミディアムリトリーブ、遊泳している無防備なベイトフィッシュそのもの、ハードマテリアルヘッドのウォーブンロールで波動を出しつつ、尻尾側のソフトマテリアルボディはナチュラルになびく、追尾してくるバスの判断を相見させバイトまで持ち込ませるのはハイブリッド構造だからこそ、ことで、最後はですね、ファーストリトリーブ、早すぎるリトリーブに対応できずアクションが破綻してしまうビッグベイトが多い中、カレン180は別格な存在。ハードマテリアルヘッドにより驚くほどブレのない抜群の安定感を発揮ということで、まあちょっと今までにないね、高速な移動とかにも耐えうるね、バランス設計だよっていうね、かと思えばもうデッドスティッキングでごくナチュラルに、漂わせるなんていうのも得意ね、その中間はもう何でも OK だよみたいなね、まあいろいろ使ってみてくださいみたいな、ね、そんな感じのアクションですかね。アシストフックについて、カレン180はソフトマテリアルボディ、腹側にアシストフックが装着できる設計となっている。装着することで障害物回避性能のダウンと引き換えに圧倒的なフックアップ率の向上と、ソフトマテリアルボディプラスアシスト、ライン構造によりかけてもバラしにくいメリットが得られる。アシストフックに、かかってファイトしている最中、ソフトマテリアルボディにダメージを与えることがあります。その場合はスペアボディの、交換をお勧めいたします。ということで、ミディアムヘビーから H パワーの7フィート前後のベイトロットで、ラインは14から20ポンドぐらいがおすすめだよなんていうね、そんなね、そんなのがね、こう後ろにね、いろいろ書いてあって、あとはこの交換方法ですね、こういった説明書きもパッケージにあるんで、お楽しみくださいみたいな感じですね。まあ、どういう感じなのかね、とにかく今もうハイシーズン中なので、あれやこれやね、いろんな場所で投入してみようかななんていうふうに思うんですけども、まあちょっとね、これのテスト中の動画とかね、超巨大バスがですね、ワンサカとね襲いかかるようなね、そんなねプロモーションの映像いっぱい出ているので、まあね欲しくなっちゃうよなって、ね、自分なんかだとまあ亀山水系とか、まあ暴走のリザーバーとかでですね、どんな感じかっていうのねちょっと試してみたいななんていう風に思うんですけども、まあ海なんかでもちょっと使ってみようかな。シーバスなんかね、そろそろベイトフィッシュもこれぐらいのサイズになってきているので、まあ、この白パターンにしたらちょっとねちっちゃめかななんていう印象ですけども、普段使いでねイナッコ食いの時なんか効きそうだなってね、バスにシーバスにねいろいろとちょっとせっかく、買ったんで、使ってみたいと思います。はい、というわけで、本日の釣りコー TV はこちら、OSP のね初のビッグベイト、カレン180、これをね買ってきてみたので開封して、ま、組み立ててみて、こんな感じでございました。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。